さあ、そろそろかな。法政大学トマホーク対慶応義塾大学ユニコーンズ、関東大学アメリカンフットボール一部リーグトップ8の第3節、フットボール TV にてお送りをいたします。オレンジのジャージが法政大学トマホークス、白のジャージが慶応義塾大学ユニコーンズ、ただいま試合前のセレモニーが行われているところです。本日の実況担当、関東大学アメリカンフットボール連盟放送員松川達也、そして解説には東京大学の前監督清水秀久さんにお越しいただいています。清水さん、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。オレンジのジャージの法政大学、主将90番小林隆、副将78番伊藤健太郎、同じく副将4番近藤亜朗、そして同じく副将13番上田健吾の4選手。対します白のジャージ慶応義塾大学からは、主将9番三谷育真、副将7番清水秀明、そして同じく副将18番高木翼、同じく副将93番ですね、はい、渡辺優作の4選手。両チームここまで2戦全勝で来ております。法政大学は中央大学、日本体育大学にそれぞれ勝利、慶応義塾大学は明治大学、立教大学と勝利しております。非常に楽しみな試合になりますよね。そうですね、はい、お互いにこれまでリーグ戦2勝同士で、まあ、高いオフェンス力を誇るチーム、そういう感じですね。さあ、来たレフリーがこれからコイントスを行います。法政大学が選択権を獲得、レシーブを選択した模様です。はい、北レフリーのコールの通り、法政大学対慶応義塾大学の試合、慶応義塾大学のキックオフで開始されます。東京調布市アミノバイタルフィールド、まもなくキックオフとなります。法政大学トマホークス対慶応義塾大学ユニコーンズの試合、まもなくキックオフとなります。オレンジのジャージが法政大学トマホークス、白のジャージが慶応義塾大学ユニコーンズ。慶応義塾大学32番新宮優也選手がボールをセットしました。北レフリーの笛が鳴りまして、まもなくキックオフとなります。今キックオフ、
高いキックですね、はい、やや短いですがその分高いキック、ちょっとワンバウンドでキャッチしてリターンショートのところ捕まえた、リターンを許しません。非常にいいタックルしましたね、はい、28番の選手ですね、はい、水野選手でしょうか、法政大学の選手にリターン許しませんでした。やはり高く切れた分カバーが早かったですね、はい、滞空時間の長いキックでそれであのタックラーが随分あの奥まで入れたといったところですね。さあ法政の攻撃、最初の攻撃はランプレー、真ん中29番田辺選手にボールを持たせましたがさほどの原因はありません。ノーゲインといったところでしょうか。次の攻撃、ね、第2ダウン、ほとんど前は進めなかった感じですね。先発4番近藤アローが構えます。パス通しました、かわして前へ出る。ちょっと慶応の選手がタックルが甘かったですね、かわされましたね、パスキャッチ、ワイドレシーバー83番は尾崎誠也、法政大学ファーストダウンを獲得しております。オレンジのジャージ法政大学オフェンスのスターティングメンバーをご紹介しておきます。オフェンスラインが左から78番伊藤、55番伊沢、69番中島、66番野口、そして72番笠井と構えます。走りましたね、右サイドのランプレー、このプレーが6ヤード7ヤードと減しました。28番広沢のランプレー、今のプレーは12番鈴木選手がクォーターバックでしたが先発クォーターバックは4番の近藤アロー、ね、ランニングバック29番田辺がスターティングメンバーでした。ワイドレシーバーに11番常吉、81番小島、83番尾崎、7番三上と入ります。オレンジジャージ法政大学のスターティングメンバー、さあセカンドショート、これはパス、近藤がパス通しました。ランニングバックの広沢選手、今度はパスのキャッチ、そうですね、はい、広沢のランとパスでファーストダウン獲得という形、そうですね、はい、まあ、ただ近藤君はどちらかというとパスが、はい、まあ、得意なタイプですね、はい、鈴木君が、まあ、どちらかというとランプレーという感じですかね、はいはい、さあファーストダウンしてファーストダウンショートです。ああ真ん中押し込んで、ね、はい、クォーターバックスニークでファーストダウン取りましたね。4番近藤選手が真ん中ついてファーストダウン獲得という形、さあ45ヤード地点まで持ってきました法政大学ファーストダウン獲得。ショットガンフォーメーションから29番田辺が左に構え直す、そしてその田辺にボールを渡して真ん中さほど穴は開いてないと思うんですが、そうですね、はい、まあ、ただまあオレンジの選手の壁がちょっとこう、はい、押し込んでましたからね、その分前に出たといった感じですね。そうですね、これで4ヤードのゲインになっています、はい、第2ダウンファーストダウンまで残り6ヤードというところ、さあここはノーバックに構えます。4番近藤が左右に指示を出しプレッシャーかけてパス、あ、ちょっとパスが手につかなかったですね、レシーバーが、はいはい、最初にいいパス取った尾崎選手だったんですがこのパスは不成功、はい、さあ元の地点戻りまして第3ダウン残り6ヤードとなります。左右にレシーバー2枚ずつショットガンフォーメーション、パスの構え、パスをパスカバー、パスカバー慶応義塾のキャプテン三谷育真選手、ね、はい、三谷ですね、はい、キャプテンの三谷君ですけども、はい、よくついてましたね。法政のベンチからこうインターフェアじゃないかというこういうようなアピールがありましたが反則なく第4ダウンとかかります。さあ第4ダウンパントの構えは近藤亮選手、あ、非常にいいパント蹴りますね、あ、
これはちょっとリターナー見送ってタッチバック、タッチバックになりましたね。ちょっと飛びすぎた感じでしたね、はいはい、非常にいい飛距離のパンプルはあったんですが、 そうですね、その分、はい、エンドゾーンが入ってしまいました。最初の攻撃終わりまして法政大学無得点、攻撃権は慶応義塾大学に移ります。法政大学対慶応義塾大学の試合、フットボール TV でお送りしております。さあタッチバックでしたので、自陣の20ヤード地点から慶応義塾大学ファーストアンテン、ショットガンフォーメーション、右にレシーバー3枚で構えます。クォーターバックは18番の高木翼。パスの構え、パスを通した、パス成功、ファーストターン、7番清水選手ですね。この攻撃19ヤードの前進、慶応義塾大学ファーストターン、そしてノーハードルで構えます。左右レシーバー2枚でショットガンフォーメーション、パス取ってから走らせるプレー、パスキャッチ、慶応義塾の86番ワイドレシーバー柴田玄太選手。6ヤード進めで第2ダウン、これは右側に3人出して、ね、はい、ちょっと特殊なフォーメーションですけども、先ほど左側に取ってから走らせるプレッシャー、これはどうしますか、はい、ハンドオフ真ん中、29番李選手が押し込んでいきました。ファーストターンですね、はいはい、50ヤード付近まで進みましてファーストターン取っています。さあ50ヤードでファーストターン獲得、レシーバーがモーションしてハンドオフ、李選手に渡したところ捕まえた。立教大学の47番の選手ですね、はい、47番ですね、はい、ラインバッカー高橋悟選手、2年生、法政大学のディフェンスが止めています。4ヤードのロス、下がった地点からのセカンドダウン、浮かしたパスを抜けてる、取れましたね、はい、84番の、はい、寺園高海選手、綺麗、はい、に抜けたとこパスを落としましたね、タイミングのいいパスでしたね、はい、さあ敵陣30ヤードまで持ってきました慶応義塾大学ファーストアンテン。さあファーストアンテン、同じく寺園選手、今度は取ってから走らせようというプレー、はい、ブロッカーを使って走っていこうという、はい、そういうあのプレーでしたね。前に86番の柴田選手、先ほどにキャッチした選手ですが、はい、それがブロッカーとしてこう構えていました。5ヤード進んで第2ダウン、ハンドオフ、1番高木康隆真ん中、押してますね、押し込みましたね、はい、ラグビーのモールのような体勢で押し込んでいきました。ラグビーでいう、はい、集団になって押していく、はい、そんな感じのプレーですね。さあこれでファーストダウン取りました、はい、慶応義塾大学取りましたね。エンドゾーンまで20ヤード慶応義塾大学ファーストダウン10、クォーターバックの後ろに29番の李が構えます。奥浮かした、これはただファウルマークが出てますね、法政、ね、はい、の選手がちょっとあの慶応のレシーバーを、そうですね、柴田選手押したという感じですかね、はい、86番の柴田選手がこう、はい、エンドゾーンを書き込んでいったんですが、その中で接触があったということでしょうか、はい、そのあたりにファウルマーカーが落ちています。
さあ審判団がプレーの確認をしまして、北レフリーから反則のコールがあります。